ニシキヘビ属は、ハチュウコ目ユーリンモクニシキヘビ科に属する属。ニシキヘビ科のモシキ属。アフリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、スリランカ最大種は、アミメニシキヘビで、最大全長990センチメートルと、本属や、ニシキヘビ科、ヘビアモクのみならず、厳正する、ハチウ類最長種。小型種では、最大でも200センチメートルほど、 一般的に二色蛇といって連想される褐色や暗玉色の体色に暗色の反紋が入るといった色彩の種が多い。体型は太い種が多く、大穴コんだとの比較では全長が同じ場合体重は軽いとされる網目二色蛇でさえ大型個体になれば体型は非常に太くなる。抗義の赤二色蛇は特に顕著で全長は 最大種稀赤キヘ蛇でも300センチメートルに達しないものの成人男性の大体部ほどの太さになる。赤キヘ蛇は俗に言う土の子体型で、これは同様に多湿な環境に生息するヒメハブやアダーボア等の蛇も同様の体型をしているため修練の一例として知られている。サバナや熱帯雨林、種によっては民家近くや都市部等の様々な環境に生息する。 サバナのようなある程度乾燥した環境に生息する種はいるが、砂漠のような完全に乾燥した環境に生息する種はいない。逆に多湿な環境を好む傾向があり、乾燥地に生息するが水に入ることを好む種もいる。特に多湿な環境を好むとされる抗議の赤ニシキヘビは沼地や湿地に生息する。地上性の種が多いが、樹上性傾向の強い種もいる。 食性は動物食で両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類等を食べる。種によっては大型の家畜や人間を捕食した例もある。獲物が目の前を通りかかると素早く襲いかかり、長い体を獲物に巻きつけてから強い力で締め殺す。かつて獲物に巻きつくのは窒息死を狙っているとされた。しかし2015年頃から 窒息ではなく、強く獲物の体を締め上げることで、獲物の心臓を止めて殺すことが分かった。うまく締め付けると、わずか数秒で、獲物は死亡するため、窒息よりも早く殺すことが可能である。獲物を殺した後、丸呑みにする。捕食した獲物は、長時間かけて消化するため、一週間から一ヶ月、程度、何も食べずにいることもある。人間や、 他の動物に捕まってしまった場合、逃げようとして飲み込んだ獲物を吐き出す場合もある。繁殖形態は卵生。卵の大きさは種による際は少なく大型種は体型に比べると小型の卵を大量に産み、小型種は体型に比べると大型の卵を少量産む傾向がある。俗名はギリシャ神話に登場するヘビガミピュトンに由来する。皮は革製品の原料とされる。 川目的の乱獲により、生息数が減少した種も、いるためワシントン条約により、国際的な取引は規制されている。欧州市場では、ヘビ川を使った高級レザー製品の需要があり、2014年に国際自然保護連合と西木ヘビの保護団体が発表した報告書では、東南アジアから欧州の闇市場に毎年50万枚、 推計10億ドル相当の川が流入しているとする報告書が発表されている。本族には、ニシキヘビ科の他族と異なり、人間を捕食した記録のある種が含まれている。インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビの3種でこの3種は日本では特定動物に指定されている。反面その大きさからペットとしての人気も高い。 一方でボールニシキヘビのようなおとなしい小型種もペットとして人気がある。都道府県によっては条例により飼育にあたっては地方自治体の許可が必要だったが動物愛護法の改正により2007年現在特定動物として指定された種を除いては飼育することに対しての法規制はない。動画ニシキヘビの中から人の遺体詳細はナショナルジオグラフィック http://natgeo.nikkeibb.co.jp:/atcl/news:/17/033000119/2017 年4月2日閲覧。西木蛇、山嵐を飲み込んで死ぬ7。afpbbnews。 http www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュス3052928あともソースイコール幾度アンドアトモミディアムイコールヤホージェプシ c ページ2015年7月6日閲覧欧州の蛇川闇市場年1000億円規模高級レザー製品に アフップブニューズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30115632014年4月17日閲覧。ありがとうございます。